岩田さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。現在マイナス 214.2 ポイントと少し、はい、結構厳しいですね。苦しいですね。そうですね、まあ5連勝もしくは、うんうん、まあ、4勝した上でもう一回も、まあそうですね、ポイント着順の操作だったり、そうそう、まあそうですね、まあ、とりあえずまあ最初2回戦まで思いっきりやろうかなと思ってます。はい、はい、まあ、渋川さんとトップラスが決めれたらまあ理想ですけど、うんうんうん、まあとりあえず最初の2回はまあトップを取ることに全力尽くそうかなと。なるほど。岩根さんから何か岡尾さんにエールだったり、まあ頑張ってください。あの現実的には相当ね難しいんで、そうですね、4連勝5連勝できるかもしれないけど、その間中林と渋川を3着4着3着4着とかね、していかないとだから。なんだ、優勝ポイントが結局プラス50とかプラス60にならないと無理なんで、まあとりあえずね、まあ それを目指すんですけど、まあなるべく戦線離脱しないようになったらいいなと思ってます。ツイッターでもね、はい、諦めてませんってね、そうですね、意気込みをね書いていただいてましたね。はい、はい、もう自分にできることやるしかないんで、はい、いや、はい、応援しております。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。矢島さんは現在マイナス 117.1 ポイントのトータル3位という状況です、はい、ですね。はい、まあ、300ポイントちょっとなんで、はい、まあ、トップラス3回したらチャラぐらいって感じですかね。はい、あの協会のジャンオ決定戦の歴史の中で300ポイント近くをまくったのが2回3回この直近でもね2回3回ほどあると、うん、はい、いうことなんで、まあ、まだ全然諦めずに、うん、ジャンオを目指して今日はね打ちたいと思ってます。はい、はい、井上さんからも何か。うん、まあ矢島君の場合はもう全然さっきの小川さんよりもね楽っていうか可能性十分ある、うん、楽ではないけど、まあ、彼が最初にとって勝ったのは日本オープンだと思うんだけど、あの時は5回戦なのに 2ラススタートだから、はい、2ラスして3連勝して取ったんで、うん、そう、はい、そういう経験もあるんで、まあ、だいぶあの期待値はあると思います、うん、はい、ありがとうございます。飯、うん、島さん今日も肌綺麗ですね。はい、もう塗ってきた爪がね、爪も綺麗で、爪も綺麗で、後で対局の時に見ていただきます。確かにあのテラップになりますからね。はい、ケアしてきたんで。あ、確かにネイルサロンに行かれたとツイッターでお見かけしました。はい、行ってきたのでね。さすがです、はい、見習っていきたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。おはようございます。まだ映ってないところから挨拶をしていただきます。おはようございます。中林選手現在プラス 117.5 ポイントの2位につけております。トップの渋川さんまで約100ポイント差と。そうですね、はい、協会ルールだったら全然ね1回で変わっちゃうんで。そうですね、うん、本日の作戦なんかは。作戦は別にあんま考えてないですけどね。あらあらあら、あら、はい、余裕ですね。余裕じゃないですよ、余裕じゃないですけど、はい、まあ、頑張るだけかなと。顔パンパンやな私の隣でそんなこと言わないでください。あ、すいません、はい、今日朝なんか、はい、最高位戦の、まあ、最高位の鈴木優さんから、はいはい、最近最高位になったばっかりの、はい、なんか前、まあ、鈴木優さんからその勝ってくださいみたいなの来て、前鈴木優さんと戦った時僕勝ってるんですよ。はい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 、だからリベンジしたいんで獅子氷で会いましょうって。なるほど、最高位とジャン王で。そうですね、なるほど、うん、めちゃくちゃかっこいいなこの人と思いました。かっこいいですね。かっこいいですね、はい、代表喋んなくていいんですか。そう、代表喋んなくてそうですね。中林さん何か、うん、え、まあ、僕は本当にね、あの渋川と1対1みたいなね、うん、あれポイント差だから、80ポイントぐらいだっけ。100ポイントほどです。90、そうですね、95。まあまあ、ハンチャー1回でね、もう入れ替わるポイント差ですから。まあそうですね。まあ、多分他の2人には悪いですけど、多分ここの2人の勝負がなんかメインになって展開していくような気がします。もうどっちが有利不利はあんまりないんじゃないですか、もう。本当にハンチャー1回終わったらどうなってるかですね。はい、今日もちゃんとあの中村俊輔が、あのフリーキックを決めた動画見てきて、うおーっていうの。さっき控え室でね。そう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 、これだよこれ。それはイメージトレーニングかなんかになるの。そう、イメージトレですよ。もうあのフリーキック決めたロスタイムにあのイメージをね持っていこうかなと。
なんか中林さん、この座り方にもこうゆったりして、こうなんか心がすごい落ち着いていらっしゃいませんか。多分姿勢は悪いだけじゃないですか。え、そうですか。なんか隣にいてすごくこの余裕を感じます。そうですね、まあ、昨日10時に寝ましたしね。昨日ですか。昨日す早っ。もう10、え、何時間、10時間ぐらい寝られたってことですか。いや、5時に起きて早っ。スーパーロボット再生してて、で7時にちょっともう一回一応寝とくかと思って 2時間ぐらい寝て、そうですね、うん、風呂入って書きました。なんかコンディション万全っていう感じがしますね。そうですね、はい、じゃあ今日は頑張ってください、うん、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。現在トータル首位。おはようございます。おはようございます。現在トータル首位です。プラス 212.8 ポイント。渋川南波選手です、はい。渋川さん、はい、今のお気持ちは。そうですね、やっと始まったっていう感じですね。前回やってから1ヶ月ぐらい空いてて、ね、あ、はい、これ追う立場だったら、まあ、別にそんなプレッシャーもなく、はいはい、1ヶ月のんびり過ごせると思うんですけど、ちょっと追われる立場だったんで、1ヶ月常に心がなるほど早く最終日やりたいなって思ってたんで、なんとか将棋とかいろんな趣味をしながら心を落ち着けてました、はいはいはい。まあ、これね、見てる方、まあ、ちょっと説明させていただくと、あのエヴァニーグでちょっとねコロナ関係で一節 ずれたんですよね、はい、それで押して押してで決定戦がもう一日押した分がどこに1回になって今日になっちゃったんですよ。そう、はい、そうですね。ただもうイメージトレーニングだけはバッチリしてきたんで、はいはいはい、緊張と戦いつつイメージトレーニングしつつ今日を迎えて、まあ自信はありますね、はい、かなり。昨日 YouTube の配信されてましたよね、深夜。そうですね、もう絶対に寝れないことは確定してた、あんな時間には寝れないこと確定したんで、はい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 、YouTube をして皆さんとお話しして、ね、話されてましたね。そうで、まあ、少しでも見てくださる方、応援してくださる方にこういう風に打ちますよって伝えたり、あ、知らなかった、ここどこで見れるのとか何時からなのとか知らない方にもお伝えしようと思って、いやでもファンの方とねいろいろお話しさせていただいて、はい、すごく元気もらえたんで今日はいけると思います。じゃあ、あんま寝てない。いや、5時間ぐらいは寝ましたね。寝てないじゃないですか。朝もやっぱりどうしても気が高ぶってるからアラームより先に起きちゃって、あ、そのツイート見ました。はい、もうまあでもしょうがないなと、まあでも5時間ぐらい寝れば人間戦いますよね。まあそうですね。中林9時間ぐらい寝てる。夜の10時に寝たっておっしゃって、早く寝すぎてもちょっとバランス悪いんで。確率どれぐらいですか、優勝の。優勝確率はね、分かる、もうここで何パーセントって言ってもあれになるんですけど、まあ本当に、まあ、50% ぐらいの気持ちで今日はずっと心作ってましたね。はい、もう中川さんにしては、いや、ちゃんと気持ちは、気持ちとして 100% 取る気なんですけど、はい、やっぱもう 50% ぐらいだなと思いながら、しっかりブレずに押し引き判断とかしていきたいと思います。はい、ありがとうございます、うん、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では対局室の方にご移動いただきまして、準備の方お願いします。はい、よろしくお願いします。ドラはチーソー、チーソー見えますね。お、ドラ2枚ありますね。ドラドラ、本当だ。ただね、トンナシャーペチューンで G が多いんですよね。うん、重なったのはな、お高瀬、うん、とりあえずはまっすぐ手なり進行ですか。はい、ま、うん、っすぐお高瀬のペイから。矢島結構難しい手多いですよね、さっきから、うん、チートイツなのか何なのか。そう、ゆかはここピンズの方いつ見るかな。ピンズが少し多めのハイパイです。うん、まあ、ただ何からいきましたね。なんかああいう、まあ、しょうもないって言ったんですけど、手を手なりで進めるイメージはねあんまないんで、うん、うん、関数、うん、矢島関数マン引いた。ここはもうストレートにやっぱりから、はい、うん、まあ、パーソが重なった。でもまあみんな遅そうですよね。そう、そうですね、うん、となるとこのドラドラがチャンスですか。そうですね、と相島も結構良くなりましたね。関数は引いてウッピン引いて両面達成きて、小川はね純ちゃんとかねみたいですよね。そうですね、9ピンアンコ、うーん、なんかリーノミリこなるな。こっからもう一回本質見る。そうしないね、ピン切った。本質ではないよと。まあドラ引いてリーチドラ引きとかになるかもしれないんで。確かに、うん、ここなんだ。ここは結構、ああ
嬉しいような悲しいようなこれで純ちゃんにはならなくなりましたね。ドラ受けりゃんめんですからね。はい、もうでも手なり本当に手なりでいきましたね。そうですね、うん、そうですね、うん、おっとここで何を切っていく、ったらリードに行くんですかね。なんかそれをしないような気もするんだけど、どうだろう。ドラ受け残ればリーチか、うん、両面以上だとリーチになりそうな気はしますけどね、うん、リーチの目でも。こちらの渋川、うん、なんかでもあんまりいい未来見えないですよね。3色も全然、うん、確かに、まあ、5、6、7とかにねすごいツモが効いた時になりそうですけど、じゃあ単葉を、矢島も単葉に、うん、太陽に向かっていますね。いいピン、両ピン、いいピンと切るんでしょうか。いいソアンコ、小川。両面両面だけど、三ピンが、あ、でもいいピンに前切れか。うん。もういらないですか。うん。いいピンがね、一枚切れとかと残して、関連ピンとかでも、順ちゃんに渡るっていう手もあったんですけどね。うん。林はなんか良くなってるのか悪くなってるのか分かんない。矢島もなんかまだリアンション点ですね。そうなんですよね、両面立つが欲しかったのに真ん中数間が中膨れてしまいましたね。そうですよね。かペーチャーペーチャーです、うん、じゃあこれペーは1枚切る、うん、これでリードミー自分の風だし、あ、ね、はい、どっか帰ったら、ね、安全牌に使えるし、うん、これでリードミーからは出せそう、うん、そろそろ仲間とね、はい、そうですね。こった形で苦しいんですけど、関山町単葉ドラドラへ向けて、それに面前で天敗ってね、かなり厳しい順目と手形なんで、はい、うん、よく見たらドラ残り2枚山ですね。まだいますか2枚。はい、お、これでこれ両面ターツになったことによってペイかなり泣きやすくなりましたよね、うん、さっきの状態と関数その残りでペイポンシーシャンってなったんで、うん、目いっぱい、うん、おー、なんだこれはもうごちゃごちゃしてる。ウーピンかな、うん、ピンゾーリアンメコテテンパイ、テンパイですね、リーチ、リーチに行きました、うん、小川スチソウマチの先生リーチです。ドラが2枚あるんですよね、まだドラが2枚あります。はい、スーソも1枚ですか。スーソも1枚ありますね。はい、シブカーこれでイシャンテンでゲームとチーマンと泣くかな、泣くか、うん、小川に打つのは別にいいやぐらいに思うんだったら泣きそうですけどね、うんうんうん、どうだろう、うん、3万ワンチャンス、数万ノーチャンスですね。風呂に、あ、風呂に数万が入ってる、はい、ノーチャンス。私僕はリャンピンは通ってない牌です。うん、じゃあローピン、ローピンで形は良くなりましたね。そうですね、小さな残り3枚、残り3枚のまま、うん、リャンピンも通りましたけど、おお、これは振り手含みだけどペーペーかな。リャンピンサビ通ってるけど、通ってます。中林がねやっぱちょっとローピン、ローピン下茶で仕掛けが、うん、やっぱ中林マークしてると思うんですよ、週刊は。そうしましたね、うん、やっぱり通ってるんですけどやっぱね、実際ね中林チーしたいところですよね、うん、そうなんですよ。ローピンローピンって言ってることはピンズで両面受けあるとしたらまあ両ピンですよね、やっぱローピンまたぎが考えづらいんで、うん、矢島はウーピン、ウーピン、カン、カン、これは嬉しい、これは打点アップのイーソワンカン、シンドラウーピンになりました。あー、リンシャンでドラのチーソーツも、これは嬉しい、これは嬉しい、リーチツモ、リンシャン、ドラ1、ウライチ、ウライチ2004戦のツモ上がりです。の平均曲数ってどれぐらいなもんなんですかね、一ハンチャンの。12くらいじゃないかな、12くらい、エンチャンが4回ぐらいある感じですかね、うん、なんかそんな気がしますけど、平均通りだとナンバが親の連中一回もなく終わることになります、うん、なんかこう条件出てくるとやっぱその親を落としにくい人とかがね出てきて曲数増える感覚ありますよね、やっぱり親にやってもらいたい人とかね。あ、そうです、そうです、自分がセンター上がるぐらいだったらバカバカしいからもう一曲テンパイ料だけ待ってもう一曲やりたいとかね、そういう人も出るわけだし、
曲はドラガシャー。ドラガシャーです、うん、渋川手がいいですね。もう想像の一気通貫ですね。はい、はい、中林シャー本一マンズ。マンズドラも一枚あります。ペジモも一面お二面詰め。これはかなりリーチを濃く見せそうですね。ワワ、うんうん、は薬杯の初が統一。なんかハイパーいいですね、4人とも。4人ともこの曲は確かにかなりいいですね。うん、トンバとは打って変わって、おはわはどうですか、もっと大きいトップ狙いに行くか、トップ率高い高める選択をするか。うん、おはちもといつ、うん、これは本一ですね、マンズの。うん、このチュン、チュンを仕掛けるでしょう。本です、はい、仕掛けてハーピン、うん、ヤクヤク本一の1万2000上がれれば大きいです。1万2000ね、そうか、1万2000関西イントネーションですよね、うん、でしかもだって田之内さんももともと関西だから、やっぱ田之内さんと喋るとより関西弁になります。いや関西弁で喋ればいいじゃん。いや別に標準語じゃなきゃいけないとは思わないんだ僕も。いやしかも標準語あんま喋れないんでちょっと多分関西弁になります、うん、だってネットはこういうのって、ね、日本中 どこで見てるかわからないんだから。確かに標準語にする必要ないと思うんですよね。これが関東だけでしか見れない番組だったら標準語の方がいいと思うんですけど。あ確かに、わー嬉しい、よかった。おこれで一瞬点ドラ切るか三品切るか。三品がね2人の現物、上下が切ってる。ドラ切った、うん、これはもうやる気満々ですね。はい、はい、矢島もねいいんですよ、うん、面単品3色まで見えますね。ロースは当然泣かないと。泣きませんね、うん、3品周りウーピンが今4枚見えたんで、数ピン引きも結構微妙にはなりましたけど、うん、振り替えはあるのかな、うん、ローソーが場に2枚も見えています。面単品になるならいいですけどね、もうほとんどならないですよ ね、 ならないですね。その3品か伸びても、あこれはもう残さない、残さない、うん、パーソージャントのローマンくっつきはもういりませんと、うんうん、マンズがねちょっとやばいんです、高すぎるんですよ。そうですね、親の側がマンズに染めてますし、うん、ね、川にイーマンとキューマンしかない。引いた、これはいきますね、キューソー引いてリーチ、うん、渋川サブロスを増し、高めのローソー2枚出てるんですけどね、行きましたね、うん、行きました。ローソー山に1枚あります。さっき矢島ものすごい速度でテンパイトラ出しましたよね。そういえば矢島数層切り、あそうですね、うん、ものすごい速さで、ものすごい速さです、もうこんなのテンパイじゃねえと。はい、うん、気づかなかったもんねくっつきのイシャンテに戻しています。三層、うん、はどうなんですか。三層は山に2枚ありますね。三層2枚、ローソー1枚、はい、ただ圧倒的に打点はローソー、うん、これどうす残す残さないか。ウーピンがそうか、3枚切れだからゴロチじゃならないんですね。うん、小川はどうしますかね。来づらい、うん、E ピンから。あでも E ピンって言ってますよね、うん、言ってます言ってます言ってますよ、ね、取ってはいないです、ね、取ってないですもんね。マンズが増える中林、ここはあ、おい、これはリーチですか。いきますか、サブロッソ、うん、4というのはどっち切るかで、うん、4, にし、ま、4の方切ってる、4にしましたか、まあ、E1 切ってるんでね、カンちゃんはちょっと出てきづらそうってことですかね、うんうん、土まで当たるならまあどっち切っても一緒と、うん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 、Q1 第一だから C1 シャンポンもちょっと考えづらいんですが、うん、いやこれどっち勝つか結構でかいですよね、これサブロッソ対決、打点が面単品対面ピン高3つ、高3つ、うん、そして小川も数万チーしています。三層ですね、渋川、まあまあまあ、ちょっと不満そうです、まあ、不満ではありますけどね、まあ、変わっちゃいましたから。あうらうら、リーチピンフツもうらうら、2戦4戦のつま上がりです、渋川、これは他3人が不満だな、不満ですね。今ちょっと顔にんまりしてましたね、にんまりしましたね、うん、隠しきれないにんまりがにんまりがありました。まあ雀刀がね一枚切りのはずだったんで、うん、降りるは降りれたんでね、うんうんうん、そう、うわこれ三者
三者なそうですね、うん、せっかくラス目だったというと渋川さんに悪いですが、そうなんですね、三者の気持ちとしてはせっかくラス目だった渋川がここで満貫積もと、ね、しかも2着目になりましたかね、今リングを突き上がったんで、最後の曲ドラチーソーです。おー、これはピンズか、うん、矢島の手が良かったよな、純ちゃん789の3色が見えてきます、うんうん、まあ言うまでもなんかドランチーソーがネックですよね、ドラン本当にドランチーソーが、うん、チーソーだから自分で弾けば別に純ちゃんしなくてもいいぐらいの感じです、うん、あ、これで3対1自敗が、ここでまた満貫なんか上がると、うん、しかも結構今曲なんか変則打ての人いないんで字がね、あ、泣きやすいですね、泣きやすいと思うんですよね、これどうするかな、三色だと、まあ、3万3ピン切っても、ね、9万切る、9万1枚外す手もあると思うけど、うん、三色に向けて、うん、矢島そうしそうな気がするな、どうだろう、3ピン切るもあるか、9万か、うん、渋川がちょっとピンズが捨て範囲高いですよね、渋川が泣きたいのは初チューンペイ、うん、ペイからでも泣きます、むずい、あ、チューン、チューンは泣きます、これは泣きます、チューンは泣く、泣いてパースを切ってピンズの本日、やっぱ渋川ってやっぱこれ三者にマークされてる立場だと思うんで、ペイからだとちょっと泣きにくさは上がりますよね、はい、あー、なるほど、ね、やっぱファンパイ他の役配が打たれづらくなると思うんですけどね、うん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 、うん、初とペイはまだ山です、ね、まだ山の中ですね、誰の手もありません、うん、ピン3ピン切ります、先に、うん、渋川のピンズ模様なのもねあるんで、うんうん、一メンツできた、うん、形はこれ決まりましたけど、トン1枚入れトン、はい、これでいいシャンテン、はい、シャーが1枚切り、ナンが1枚切り、うん、1枚ピンズの本一だとして今倍一のシャーが余ってきたと、まだテンパイっぽくはテンパイかどうかは分かんないですし、テンパイじゃないことの方が多そうですけど、すごいバラバラかって言われるとちょっと基準上がりますよね、やっぱ1枚切りのシャー余ると、確かに重ねたい範囲ではありますもんね、うん、そうですそうです3ピン残します、なんと、うん、これでまた1枚切れのなんてきました、うん、だん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 育ってきてる感が、感はありますよね、まあ、ただまあ連敗かって言われたらわからないですけどね、うんうんうん、お、初打ったポンです、さあ渋川役配を2つポンすることができました、これで天敗を取りますよ、ね、はい、取りますカンパーピン、はい、カンパーピン1万2000点の天敗です、パピン山に2枚ありませんか、いやこれはかなり渋いっすね、これ渋い、うん、なんだろう、もうこれは結構テンパイ率上がったと思うんですよ、やっぱポンして3ピンが余ると、うん、でしかも役なんでチャンタっていりますこれ、チャンタは値段は変わんないですよ、いらないですかね、4本もね、4本も5本も同じと、うん、いいピンシャンポン否定するよりもスチーピン通す方が良くないって感じですかね、はい、うん、さあ他の3人渋川の満貫テンパイ濃厚のこの状況で、うん、戦えるのが矢島、そうですね、矢島いいシャンテン、ここもね、やっぱこうピンズが一杯余るの確定してるのが行きにくいですね、行きにくいですよね、あ、やめになった、ウーパーピン。やめになった、ウーピン確かね、山にいたんですよね。山に2枚いますか ?2 が4になりましたね。おー、町の枚数が倍になった。うん、これ渋川積もればトップに浮上します。いやー。ウーピン、ウーピン。あー、ピン掴んだ。唯一戦えるのがね、矢島だったんだけど、ここを掴んじゃうと。結構きついっすよ。よくて10曲ですよね。
町候補が、まあ、まだでも結構あるとはいえ、これで3枚だったでしたよね。残り山に3枚ですね、うん、ウッパーピンテンパったら行くのか。テンパったら、あ、これでもいや3ピンが通るけど、テンパイに向かうならやっぱウッピン打たないように済むマンズカンちゃんかペンチースを払うですけど、まだやる気があるんであれば3ピン通ってるんで一旦打ってテンパったらウッピン勝負なんですけど、うん、9ピンがねどういった形が打たれたかっていうのは多分ね今考えてると思うんですよ。さっきみたいにカンパーピンからウッパーピンに変わったとかもありますし、はい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 、なんだペンちゃんがシャンポンになったとかね、あ、ありますね、カンちゃんがシャンポンになったとかいろいろあると思うんですけど、うん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 、ウッピンがどれぐらい当たるかって、もう とにかくねもうペンチーソーとかカンパーワン払うってことは多分経典でいいやね、打法になりますよね、うん、そうしましたね、もうピンは行かないようにしましたと、うん、山さんのウッパーピン、うん、これね上がりか上がりないかで渋か中林もやっぱねウッピンかローピンが余ってますからね、あれ白まで持ってきた、あでも白馬場にはないか、白はねまだウーピンなんかよりは全然行きやすいと、ウーピンよりかは行きやすいですけど、もうその白すら切る価値もないぐらいの、うん、3色じゃなくなっちゃいましたからね、そうなんですよ、シュガーフッパーピン山さんです、うん、小林シートイだけ上がり目があるんですね、一応ローピンシーソーっていけばローピンは山にあるのか、うーん、メンツテだとちょっと厳しいと思う、そのシルパーがローピンつもぎったりしない限りは、これを引いたローピン、何を引きました、ドラタンキテンパイじゃないですか、山1枚これシルパー持ってきたら止まんないでしょ、止まんないですよね、止まんないです、うわー、山さんのウッパーピンか山に1枚のチーソーか、チーソーじゃないですか、中林さんすごい、大ファインプレーだなこれね、単葉チートイドラドラの8000点、渋川からの直撃です、